こんにちは。朝5時半です。曇っていて気温は 15.5 度ですね。源平下野たくさん咲いてきました。花が咲くときにぐんと茎も伸びるみたいですね。七かまどがたくさんつぼみをつけています。丸くて小さなつぼみです。咲いているの見つけました。アメリカアジサイアナベルです。薄い黄緑色ですね。ヘメロカリスステラデオロ、今日は3つ咲きました。ヘメロカリスは1日花です。サラサウツギです。今日は雨の予報が出ているので、そろそろ散ってしまうかもしれません。弱い風が吹いてきて、スモークツリーグレースがゆっくりと揺れています。エキナセアフラダンサー、昨日とまた少し様子が変わってきました。あ、他の花はどうでしょうか。毎年悩むんですが、これ夕すげでしょうか。夕すげって夕方から咲くのが普通なんですが、この株は朝咲きます。白花下野になった元源平下野ですね。純白の花ですね。エキナセアサマーサルサ、花の形がどんどん変わって、最後はこんな風に丸くなります。ポテンティラオレンジスターレット、5時半過ぎると咲いてきます。金魚草は切り戻したので、また元気に咲き始めました。全部で6色植えてあります。宿根かすみ草と宿根サルビアです。かすみ草咲いてきたようですね。エキナセアストロベリーショートケーキ、丸くなりました。こうやって見ると可愛らしいですね。ヘメロカリスパリスレイスだと思います。低木の金ロバイ、たくさん咲いています。7時です。暗い曇りですね。人参の小さな小さな花がいよいよ開花したようですね。おしべが見えます。これで開花間違いないですね。ヤマアジサイイオコシボリです。この紫色のところが花です。ヤマアジサイ紅の本物の花の部分は白いようですね。トモエソウのつぼみが膨らんできました。これだと明日咲くでしょうか。ヒメヒマワリブリーディングハーツは咲きかけたところでしょうか。ガーデンアルストロメリアサマースの今日もたくさん咲いています。これはエキナセアファタルアトラクションかな。種まきした千鳥草咲いてますね。地味ですがかすみ草近くで見るとかわいいです。頭の上の電線にキジバトがいました。ブルーのヤグルマ肉、これずいぶん長持ちしてますね。今日は飯坂温泉の旧堀切亭に行ってきました。欅とモミジがとても綺麗なグリーンです。すごい大木なんですが、種がついているものもありました。旧堀切亭には足湯手湯というものがあります。温泉が流れてきてるんですが、今日初めて足湯に浸かりました。場所によって温度が違います。今日はワンステップスペースという、ハンドメイドのお店が出店していました。なかなか素敵なものもゲットしてきました。丸尾です。母ちゃんの膝の上で毛づくろいしています。自撮りです。今日はこの辺で、バイバイニャン。